本町ガーデンシティは、大阪府大阪市中央区本町にある、超高層ビル。積水ハウスにより、本町コアビルと、裏区ビルの跡地に建設された。都市再生緊急整備地域内に位置しており、大阪都市計画都市再生特別地区の都市、計画決定を受け、コリドールや、通り抜け通路等の公共的空間の整備を行う、こと、溶積率1300%と、 景観誘導基準を超えた約130メートルの高さを実現している。地下2階から地上2階は主に店舗、3階から10階がオフィス、11階から27階はホテルの複合施設となっている。積水ハウスより2015年5月にオフィス部分、2017年5月にホテル部分が積水ハウスリート投資法人に譲渡された。大阪。 御堂筋に面した、本町エリアに27階建て、130メートル長の、複合ビルホテルオフィス、店舗が入居する、本町ガーデンシティ竣2010年6月30日、積水ハウス大阪町並小加古作品集2012.03、大阪御堂筋の新しいランドマーク、本町ガーデンシティがダブル、受賞体制建設設計本部第5回。 大阪サステナブル建築賞受賞建築物の概要大阪府積水ハウスが開発した未動筋沿いの滝能ビル本町ガーデンシティが第5回大阪サステナブル建築賞大阪府知事賞受賞2012年2月16日積水ハウスハット DBJ グリーンビルディング認証の再取得に関するお知らせ2019年2月28日積水ハウス リート投資法人カスビー不動産評価認証の取得に関するお知らせ2019年3月15日積水ハウスリート投資法人ありがとうございます。